西九州新幹線の開業に合わせて進められている武雄温泉駅の周辺整備に関連し駅に新たに整備された観光案内所などの内覧会がきょう開かれました今月23日の西九州新幹線開業に合わせ武雄市は武雄温泉駅が西九州の情報発信の拠点となるよう合わせて7億円余りをかけ 観光案内所などの整備を進めていますこのうち駅の南側に整備された竹代旅書店には旅や西九州の文化にまつわる本を読むことができるカフェが設けられ軽食のほかに地酒や地ビールも提供されますまた有田やハサミの焼き物といった佐賀と長崎の工芸品なども販売するということです また北側の案内所は武雄温泉の殿様湯をイメージしたデザインで観光案内や手荷物の一時預かりといったサービスを受けることができ気軽に街を探索することがでできるとということです多くの観光客の皆さんにはこの武雄温泉駅を拠点として西九州を周遊をしていただいて楽しい旅を送っていただきたいなと思っています。 駅の南には広場も整備されイベントなどにも利用できいずれも23日にオープン予定です。